はい、皆さんこんにちは、ザツコです。皆さんは死後の世界ってあると思いますか？死んで死後の世界であるあの世に帰った霊魂がこの世に何度も生まれ変わってくるというのを輪廻転生と言いますよね。これは宗教の世界では当たり前のように語られていますけれども、現代科学では未だに迷信と言われることも多いですし、スピリチュアルというカテゴリーに分けられています。ですが近年、この輪廻転生は存在しているのではないかという研究が報告されているんだそうです。ここではそんな死後の世界は存在するのかについて見ていきたいと思います。アメリカバージニア大学医学部精神科のジム・タッカー博士の研究によれば、前世の記憶を持つ子供は実際に存在しているのだといいます。タッカー博士は前世の記憶を持つ子供たちに15年にわたりインタビューを続けてきた研究者として知られていて、輪廻転生をしたとおぼしき子供たちを2500人も調査をしてきた人物でもあるそうです。タッカー博士によると、意識は量子レベルのエネルギーであるため、輪廻転生の説明は科学的に可能であるといいます。人間の意識というのは非常に複雑な要素が絡み合っていて、現代の多くの科学者が意識の謎を解く鍵は量子力学が握っていると信じているといいます。アメリカの再生医療の専門家ロバート・ランザ博士は、物質ではなく生命と意識こそ現実理解のための基礎的な要素であると断言していて、意識は肉体的な死とは別物である上、脳が意識を生み出しているわけではないと主張しているそうです。意識は肉体の死後も生き残り、次の宿主の意識として活動すると語っています。第二次世界大戦の記憶を持つ少年。前世の記憶を持つと言われているジェームス・レイニンガー君は、おもちゃの飛行機に異常なまでの執着を持ち、2歳の頃から夜中に突然、飛行機が燃えている、外に出ることができない、墜落すると、とても小さな子供から出るとは思えない言葉を発し、戦闘機が撃ち落とされる悪夢に悩まされるようになったといいます。母親がジェームス君に飛行機に何があったのと聞くと、日本人が飛行機を撃って墜落したと言ったそうです。幼い彼が知るはずもない第二次世界大戦のことや、日本軍に撃ち落とされた自分の記憶、パイロットのメンバーなどを詳細に語り始め、母親が戦争が記載されたいくつかの本をジェームス君に見せると、日本の硫黄島を指差し、そこに飛行機が墜落したと語ったそうです。その後に調べると、第二次世界大戦中、硫黄島での戦闘でアメリカ人パイロットのジェームズ・ヒューストンさんが1945年3月3日に飛行機の墜落で戦死していたということが判明したといいます。カウンセラーを受診したところ、これは輪廻転生で過去の記憶が存在しているのではないかという結論に至ったそうです。その時点で両親はとても信じられなかったそうですが、息子の語ることがあまりにも鮮明な記憶で、詳細を話していたことから信じるようになっていったそうです。後に戦死したジェームズ・ヒューストンさんの姉にも面会したそうですが、ジェームズ・レイニンガー君が家族でしか知り得ない話を語り出したことから、弟の生まれ変わりに違いないと信じたといいます。悪夢は徐々に見る回数が減っていき、最終的に8歳になるまで続いたそうです。ですが、ジェームズ君の記憶は年を取るにつれ次第に薄れていき、高校生になった時点ではほとんど覚えていないといいます。前世で殺された記憶を語る少年。シリアやイスラエルの国境が接するゴラン高原に住む3歳の男の子が、自分の前世で殺されたことを語り、さらにその犯人を知っていると主張したそうです。そして自分が殺された場所を語り、額にある母斑はその時に受けた傷だと主張したといいます。当初は誰も信じてはいなかったそうですが、彼が該当する地域へと大人たちを誘導したことで、少しずつ周囲の考えが変わっていったそうです。
3歳の少年は自分が暮らしていた村の名前や以前の自分の名前を知っていて、その情報をもとに直接村へと問い合わせてみたところ、4年前に失踪した男性の名前と一致したといいます。当初、少年は自分を殺した相手の名前を覚えてはいなかったそうですが、村を訪ねて前世の自分の家を訪ねたところで、記憶が徐々によみがえってきたといいます。そこには多くの見物人がいて、その中のとある男性を見て突然、あなたは〇〇さん?と話しかけたそうです。話しかけられた男性はその質問にイエスと答えたそうですが、少年が発した次の言葉に顔が青ざめたといいます。以前僕はあなたの家の近くに住んでいた。よく喧嘩をしていて、それであなたに斧で殺されたんだ。僕の体が今どこにあるのかもわかるよ。彼が誘導した地点を掘り起こしてみると、そこには地面に埋められ白骨化した遺体があったそうです。そしてその頭蓋骨には少年の額の母斑と同じ位置に大きな損傷があり、遺体の近くには農家の男性の衣服が発見され、付近では殺害に利用された斧も発見されたといいます。そしてついには少年に犯人だと言われた男性は自身の犯行を認めたそうです。このような輪廻転生という概念は、死後の世界が存在するという前提で成り立っているものと考えられますが、この死後の世界というのは、量子力学的には存在しているという学者も多いようです。まず、死後の世界はあるのかという説の根幹をなすものは、脳細胞の中にあって細胞の構造を決定づけているマイクロチューブルという構造だといいます。マイクロチューブルは細胞を一種のコンピューターとして機能させる役割を果たしていて、分子レベルで情報を処理していると考えられていますが、従来のコンピューターではなく量子コンピューターに近い処理で機能させる役割を担っていると考えられているといいます。脳というものは一般的にはニューロンの集合体だと考えられており、一つのニューロンが活動するとニューロン間の接合部であるシナプスを経て、次々と他のニューロンに信号が送られ、脳全体に信号が送られるそうです。ですが量子コンピューターでは量子もつれと呼ばれるプロセスを経て情報が伝達されるといいます。量子もつれというのは簡単に言うと、ある場所で反応が起きた時に空間的に全く離れた別の場所でもそれに対応した反応が起きるという現象だそうです。わかりやすく言うと、一つドミノを倒すと前にあるドミノが次々と倒れていくということではなく、倒したドミノとは全く別の場所にあるドミノが倒れるというイメージでしょうか。量子論では何もない空間でも情報が伝わり、量子情報は宇宙を含めて全ての空間に存在していると考えられるため、あらゆる場所に情報が伝わり反応を起こすそうです。この説にのっとって考えると、マイクロチューブルの中にある情報は外にある空間とつながっていて、脳内の意識が量子もつれによって広く宇宙全体に存在する可能性があるといいます。この理論を応用すると、死後の世界を見たという臨死体験に対する謎も解けてくるのだといいます。心臓が止まり、血液が流れなくなると脳は量子コンピューターとして機能しなくなりますが、マイクロチューブル内にある量子の情報、つまり魂や意識は破壊されずに宇宙空間全体に散らばることになり、患者が息を吹き返すと散らばった量子情報が再び脳内に戻ってくるので、亡くなった家族に再会した、体を抜け出したという体験談があるのではないかと言われています。実際に臓器移植で患者の大動脈が止められた際、脳に血液が流れていない患者のモニターをチェックしたところ、脳のニューロンが爆発的に活動している現象が確認されているそうです。量子力学自体一般的にはあまり馴染みのないものなので、少々ぶっ飛んだ説に聞こえるかもしれませんが、この理論自体は全く信憑性がないというわけではないそうです。脳神経外科医のエベン・アレグザンダー医師は、自身が脳の病気を経験した際に臨死体験を経験したそうですが、自身でその時の脳内活動を調べると、脳の大部分の活動が停止していたにもかかわらず臨死体験をしていたことが明らかとなったといいます。臨死体験はもともと脳内における錯覚によって発生するのだと指摘する意見もあるそうですが、
これにより脳の錯覚ではなく何か別の要因で臨死体験をしたとしか考えられないのだそうです。またアメリカバージニア大学の教授であるブルース・グレイソン博士は生物的な死、つまり脳死を体験した数多くの臨死体験者から話を聞き出し、死後にも意識があることを突き止めたそうです。例えばとある60歳の臨死体験者は、脳活動が全て停止した生物学的な死を迎えた後も、その後蘇生するまでの病室の様子が全て見えていて、医師たちがどんなことをしていたのかなど、当人たちにしかわからないことを言い当てたといいます。またこの臨死体験者や前世の記憶を持つという人々の話には不思議な共通点があり、大抵のものは死後は長いトンネルを通過して天国と思われる場所に到着し、そしてそこで親しい人々が歓迎してくれるのだといいます。こうしたことからまだまだ解明には至っていないそうですが、死後の世界や輪廻転生は作り話ではなく実際に存在するのではないかと言われているわけなんですね。これらを明らかにするには人間の意識の解明が不可欠だと言われていますが、人類は果たして死後の世界を解明できる日が来るのでしょうか。これもロマンがありますよね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。